平成21年10月28日、阿蘇地域が日本ジオパークネットワークに加盟認定され、阿蘇市役所で記者会見が行われました。28日午後5時過ぎ、阿蘇ジオパーク推進協議会会長、佐藤義興阿蘇市長のもとに電話がかかり、日本ジオパーク委員会より加盟認定の通知が行われました。市長室には関係者が集まり、結果発表の電話を固唾を飲んで見守りました。佐藤市長はその後の記者会見で、先人たちが守ってきた自然環境を守り、次の世代に継承していきたい、2年後の世界ジオパークネットワークへの加盟に向けて精進しますと述べました。今後は世界文化遺産への登録申請も期待されます。